どうと年貢の納め時だな、おい、うん、おい、うじゃないんだよ、うん、はふじゃないんだよ、うん、どうだい気分は、うん、うん、うれ、おお、凶暴だね。凶暴、俺凶暴だね、凶暴凶暴、俺俺俺、おおおお、そうバレたな、俺これ俺凶暴だ、これみーちゃん狐だよ、これ狐、狐、俺俺俺、わあ強いね。うん？また山で話すんじゃないだろう。わかんない。これ。わあ強い。こりゃやられる。これやられるわこれな。ええこれ。これ。これ。怖っ。これやられるわ。これ、これ、これ。どうですか。凶暴だね、お前今回のね。今回の凶暴だね、お前。なかなかの突破力見せてもらったよ。ん？ねえ。来た？これ。すごいね、これ。匂い、前の狐と違うね、全然やっぱ凶暴さが違う。押すかな。凶暴さが違うね。これ見て、これボロボロ、うん、これはもうこれは一神だわ、うん、これは一神だわ、うん、ほれほれほれ、すごいすごい、これはもう鶏なんて一撃だな、これすごいすごい、また噛む？この力よな。うん、これ。これすごいすごい。犬でもここまでいかんで。犬でも。なあ、やばかったな。ほら、やばかったな。どうよ。ここここここって、やばいな、ほれ、まず噛む、うん、噛む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 、ほら、うん、すごいね、くぅ、ほれ、うん、ほれほれ、匂いもきついな、やっぱ。ふう。おお。ふれ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 。ふう。うん。
どうも殺しに殺してくれたの、おい。うん。殺しを殺してくれたの。うん。ほら。気になる、食べたいの。これ、これ、これ、これ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 、これ。これ、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 これ。これ、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 これ。うん。ほら、食べたいか。うん。顔見してくれよ。うん。いい顔してんな、おい。気になってしょうがない、やっぱり。うん。残念だったな。さよなら。なんですか？ちょっとトラブルになるので。トラブルっていうと？はい、やめていただいてよろしいですか？トラブルって何ですか？あまりこういうのを挙げられると、はい、ちょっとやっぱり苦情とかもこちらに入ってくるので、ええ、はい、ちょっと、いやこれもずっと被害YouTube で上げてるもんなんで、やっぱりこれは最後締めとしてちょっと撮らせていただきます。ちょっと動画撮られるとちょっとできないので。あ、顔は出しませんので。そういうわけじゃなくて、ちょっとやめていただきたいです。ごめんなさい、表現の自由です、表現の自由です、申し訳ないです。こればっかりは、前回はそれでやめたんですけど、今回は表現の自由で、ちょっとこれも表現なんで申し訳ないです。一旦持ってかないんですか？はい、すいません。いやもう指示青く。指示青く。じゃあそっちに出しておきます。これそっちの方に今。そっちに出しておきます。僕自分で。なんでダメなんですか？だって公になるべき情報じゃないですか、これは。これなんで映しちゃダメなんですか？本来そういうのをみんなに周知してもらうことが大事なんじゃないですか、こういうことも。動物愛護団体の方とかやっぱりそういうのって、いや僕のところにも来ますけど全部追っ払ってますけど、はい、うちもそういったちょっとトラブル避けたいので、こういうことはちょっと極力やりましょうよ、どんどん、はい、どんどん見せていきましょう。こうやってこういうふうに捕まえるんだよっていうキツネはどんどん周知していった方がいいんじゃないですか。トラブルは必ず
あるじゃないですか。だからちょっとですから今ちょっと目の死者を受けますね。目の死者、命拾いしたな。上の指示だって。動物愛護って怖いのかね。ね、大変だね。はい。なんか動画で撮りたいっていうお話なんですけども、はい、まずうちの方としてはそういうことで許可し、パプアナの方ですね、設置させていただいているわけでもありませんし、はい、そういうのでかかった場合は速やかにうちの方で撤去させていただいて処分するということになってますので、はい、どうぞ。申し訳ないんですけども、あ、まあ、別に取っといてくれって言ってるわけじゃなくて、はい、運ばれてる姿をちょっと撮りたいなと。そちらの方もですね、できればちょっと、できればですか。できません。ちょっとそれはですね、どういった趣旨で撮りたいですか。もう半年間やられてきて、はい、ずっとストーリーで追ってるんですね、はい、でやっと半年ぶりに捕まえたんで、やっぱりエンディングとしてはやっぱ必要かなと。そういったことでお困りになられてて、はい、して入って、はい、っていうのを感謝してます。はい、お気持ちは十分わかるんですけども、はい、私どもといたしましては、はい、お貸しして、それで入った段階ではもうすぐ私どもで持っていきたいということなもんですから、できればその撮影の方はですね、ちょっとご遠慮いただきたいと。表現の自由です、ごめんなさい。いや、それはありますけども、はい、それで先ほども憲法で守られてるので、話ね聞いて、安心されて、はい、そう撮りたいというのは重々承知はしてるんですけども、はい、私どもとしては許可、撮影のですね、許可はできませんので、それでも山田さんは取る場合ですね、はい、私どもは一切責任は取らないっていう。全然 OK です。愛護団体からですよね、はい、全然問題ないです。もう何回も来られてるんで、私どもの方としてはですね、はい、そういったことで取るのはやめてくださいっていうことはもうここでお話しさせていただきまして、はい、それはもうお分かりいただけますか。全然分かります。あと50に取られ、50ってあるちょっと言い方悪いんですけど、嫌なんですよね。取られたのは正直嫌なんですよね。取られるのがこういったセンシティブな業務なもんですから、お祭り取っていいじゃないですか。ですね、やはりお祭り取っていいじゃないですか。こういった動物のですね、なんと言いますか、まあ不快に思われる方もいるので、そういった業務というのもですね、職員私どもの方にしても結構重荷にはなってるっていうのはご理解いただきたいと思うんですよね。分かってます。はい、ですから私どもとしては、でもこれ動画になる前からもあったわけですよね。はい、愛護団体からの圧力みたいなものは、それはうちらの方にはそういったものは何もまだ、はい、何も来ないですから、はい、ちょっとそうですね、こういった動画を上げられるとやっぱりそういったクレームとかそういったトラブルもあるので、全部僕が引き受けます。それは私どもとしましては、はい、責任逃れとかではないんですけども、はい、取るのはやめてくださいということで、この場でですね、はい、お話しさせていただきますので、分かりました、よろしくお願いいたします。はい、取るのダメだって。ダメだって。はい。中に入ってるものも一緒に処分して大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。問題ないです。よろしくお願いします。
イバーイ。バイバーイ。Oh!